こんにちは、サッチンです。こんにちは、キャノーラです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。はい。さて、今回はですね、はい、前回カエルさんを繁殖させたので、今回はいよいよ、マグマキューブトラップを作っていこうかなと思います。はい。カエルさんに食べられて、カエルライトがシャッてなる感じですね。ライトがいっぱい手に入るので、そうそれをネザーの方で作っていこうかなと思います。それではやっていきましょう。なんか降りてきた、びっくりした、びっくり、痛いでしょ。頭の上に降ってこられたら痛いでしょ。ちょっと、あ、また降ってきた。痛い。あー、黒の染料もらっとこうかな。なんだかんださ、炭手に入んないからさ、炭目の前でよくお亡くなりになってるけどね。そんなさ、持ってないじゃん、地味に。かな。一応黒の線でもらっとこう。すごいまた暴れてるけど、お馬さん。なんでか知ってる？金の人参持ってるんですか？おイエス。今回多分一番大変なのは、お引っ越し？そうだね。カエルさんのお引っ越し、特に、うん。何色だろう、白かな。白が大変だよね。なんかね、ちょっと今もう全くほぼ役に立ってない、うん、あーゴーレムトラップ、うん、あそこから移動させるのもありかな。ここかあれでもいける、うん、そこから移動させるか。うん、ちょっと足場というかカエルさんの移動できるあれ持ってこよう。ブロック OK。 じゃあ私あそこ怖いから置いとこ、埋めとくか。いてえよ、すげえ痛かったよ。埋めとくから、ちょっとカエルさん白いの2匹ぐらいちょっと引き出してもらって。はい。カエルさん、なんでカエルさん合流したな。ん、オレンジ色のカエルさんが白いカエルさんのエリアに来てるわ。遊びに来てる。ほんとさ、ゴーレムトラップさ、うん、すぐ壊れるよね。てねえ、もう何が悪いんだか。ほんと、もう私には分からないよ。分かんねえよ。ちょっと中入ってこよう。中入ってよいしょ、行こう。カエルトリオで連れてきた。おっと、間違えた。どうです？多分大丈夫。あ、もう連れてって大丈夫？あ、大丈夫。あとちょっと、一回ガラス開けないとだわ。カエルさん。カエルさんついてきてます？どうなった？オッケー。連れては来れるけど、これ湧いたら怖いな。今行ったかな？行ってない。あ、来た来た来た。おいでー。はい、こっちだよ。一匹かな。一匹。めっちゃ可愛い。可愛い。もう一匹、なんで？降りてきなさい。どうする？あと2匹は待機してんだけど。あ、全然連れてきてもらって、うん、1匹でも2匹でも2匹でも、うん。駆け足、はい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 、待ってるよ。はい、私が行ってしまう。私が、あ、来たあった。かわいい、来た。まあ、ここは戻します。カエルさん上に乗ってる。ガラス。そしたら向こうの方も連れてくるか。うん。あと、オレンジと、オレンジと緑か。緑。
そこそこ遠いな。ちょっとね、そっか、ここ歩かせないとダメなのか。そうそうそう、飛ぶ分には早いんだけどね、連れてくるとなるとちょっと遠いね。せかさないと。はい、行くよカエルさん。はい、行くよ。さあ行こう、帰るよ。かわいいかわいい猛ダッシュにもついてくるよ。なんかカエルさん結構さ、紐ちぎれないよね。なあ、なんか統合版すぐちぎれるイメージあるけど、ジャバ版そんなちぎれないね、うん、さっき一番上に上がっちゃってても、あの一番下に、階段の下にいるカエルさんちぎれてなかった。うん、さあ走れ走れカエルかわいい、めっちゃかわいいんだけど愉快何これ愉快なんだけど。カエルマラソン開催中です。はい、到着、はい、到着。そしたらまたを作っていくか。こっから連れてくるか、ここの道から。カエルさん、お迎えに来たよ。レッツゴー、はい、レッツゴー、はい、おいで。トリオ、ここら辺、ここら辺にいて、上がって、さあ、上がれ上がれ、来い来い。お、トリオトリオ、今回のトリオすごいかも。言うこと聞いてくれる。あ、一匹脱落しましたなんだよ。おー、いらっしゃい、いらっしゃい。何匹いった？2匹？一匹だね。なんだよ、なんだ？え、ちょっと待って、あれやだ、なんか扉開いちゃった。え、焼いてないでしょうね。焼いてない、ちゃんとちゃんといるよ。はい、おいで。はい、おいで、一匹。はい、そこで焼いて食べようとしないで、そこで待っててね。はい、いらっしゃい。はい、ラスイチ、話を聞いてください。はい、来て、はい、来た、はい、来た。なんか余計なのも来た。なんでだよ、余計じゃない余計なのも来た。余計じゃないし、繋がったまんま来たよかったね、なんか繋がってる。 OK じゃ、直してこう。はい、はい、 OK、 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 3-3 ね、3-3-3。それじゃあ作っていきましょう。はい、どこら辺に？バイオームっていうところの今いるところ、デルタ、うん、デルタの場所じゃないと作れないので、ちょっとでもここら辺密集してるから離れたいんだけど、どれぐらい離れようかな。デルタ内であればいけるから、この辺ぐらいにする。この辺ちょうどデルタだし、まあちょっと装置見えても大丈夫かな。この辺ぐらい、ここら辺ぐらい、うん、この辺ぐらいに作っていくか。それじゃあ作っていきましょう。材料お願いします。用意された材料がこちらとなっております。では今回もキャノーラ先輩にお作りいただきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあまず向きにしましょう。向きも全てお任せしますよ。まずはチェストを並べていきます。まあ、たくさん取りたいから9個ラージチェスト9個設置していきます。なんでつながんないのこれ。つながるつながる、あのチェスト、あ、そうそうそう、か。そしたら今度ホッパー置いていきます。ホッパーも後ろのチェストにつながるように 9個、とりあえず9個設置していきます。合ってますか。合ってます。はいはい。そしたら一番上の段だけ、前に作ったトラップみたいに、はい、天空トラップタワーみたいに、そこに5個 5×5 で、ホッパーつないでいきます。合ってます？合ってますよ。あ、投げちゃった。投げなくていいですよ投げちゃった。あの、仕事放棄しないでください放棄しちゃった。はい、
置きました、はい、オッケー。で次がホッパーの周りをガラスで囲んでいきます。足場を初めて使ってみよう。よいしょ。並べないでね。これどうやって使う？普通にどうやったら並べれんだ。あ、顔あの降りていきましたけど、先輩先輩降りてっちゃってましたけどえ、なんか見ました。見てないですよね。見てないです。はい、見てないですよね。はい、カーペットをね敷いていきます。カエルさんがここで生活します。ワイン色なね。オッケーオッケー。カーペットにしました。はい、そしたらこのカーペットの周りガラス敷いてきます。はい、出れなくなりました。どうすればいいですかあ、もう一生出ないでください、そっからで、今積んだところに、粉雪入れていきたいんですけど、先にカエルさんを入れようかなと思います。カエルさんを入れてから多分粉雪入れた方が安全じゃないかな。カエルさんは飛んだ時に粉雪入んない？大丈夫？沈むかな。カエルさん沈んでくれんならこのまんま粉雪敷いてからでもいいんだけど、とりあえず凍えたらかわいそうだからさ。ちょっと待って。まあそのまま入れる。今のいけるいけるいける。沈む。で先に粉雪入れていこうかなと思います。一番下の段がカエルさんが生活する空間で、その2段目から粉雪入れていきたいと思います。一段目私も生活することになっちゃった。あ、じゃあちょっと上半身だけ凍えてもらって。よいしょ。はい、オッケー。そしたらさらにガラスを積み上げていきます。今のこの高さからプラス3積み上げていこうかなと思います。オッケー。今3段高くしたので、今度上にいよいよマグマキューブの脇スポットを作っていきたいと思います。え、カエルさんはいつ入れる？今だねじゃあこのままカエルさん入れましょう。じゃあ足場合作っていかないとダメだね。カエルさんが登るような、カエルさん連れてきます。はい、お願いします。ブラックだって。あの1個あれください。何でしょう？スライム食べ過ぎちゃってる。おたまジャックシさんが食べちゃってよ。これで多分いけるな。ちょっと一応2段にしようかな。さあ行きましょう。こっち何匹いる？2。ちょっとしゃがんで。はい、来て。みんな来て。よいしょ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 。よし、1匹目。よいしょ。はい、2匹目。ちょっと1匹宙吊りになってるよ。ちょっと宙吊りのまんま、ちょっと待っといてもらうわ。どうすればいい？これこの後どうすればいいの？この人たち。もうその辺で首紐外して押し込むしかない。ちょっと入って。私が落ちそうなんだ。ちょっとみんなどいて。ちょっと私は落ちたくない。落ちたらやばいと。死にたくないのよ。よし、来た。かわいい。全員ついてきた。かわいいね。よいしょ。はい。よいしょ。はい。入ったな。よし、オッケー。はい。無事カエルさん入りました。はーい。パチパチ。オッケー。そしたらこの上に、マグマキューブの脇スポットを作っていきたいと思います。あれだね、ハーフ。うん、ハーフの方がいいかもね。節約して使いたいから。はい、来ました。そしたらガラスの上にハーフの状態で1回3つ置いてもらって、このガラスの上にが滑らかな石を2個置いて、でこの2個あるうちの上の段に1個置いてもらったら、もう一回削ってこの状態で囲んでいきます。
囲んだら、こっから 8×8、 この真ん中埋めずにこっから 8×8 で1、2、3、4、5、6、7、8、 これを全面やっていきます。はい。でこれを囲んで中も全部ここのね開く部分は埋めていきます。はい、こんな感じで脇基礎完成しました。はい。で真ん中はちょっと落ちたら厄介なので一回ガラスで埋めときます。先にもうゴーレムの方やっちゃおうかな。あのうーん、もし湧いちゃった時、ね、うん、湧いた時にゴーレムに集中してくれた方がいいなと思うので、じゃあ先にゴーレムの部分作っていきたいと思います。じゃあキャノーラ先輩お願いします。今ガラスが置いてある真ん中、ここに2個、うん、2個高さ出して、うん、そうなの、あれ2個、そうなっちゃうね。だからもう1個ガラス置いて、もう1個ガラス、うん、もう1個ガラス置いて、でその上に1回ハーフ置いてガラスを削って、でそのハーフの下につけて、その上の、ハーフを取る。 OK。でその上の置いてあるハーフの部分にゴーレムを沸かせなきゃいけないので並びましたね。横に並べていきます。今そしてキャノーラがガラスを置いた部分にとりあえず柵を置いてもらって、でその真ん中にガラスを2つとりあえず置いてもらって、真ん中に、うん、真ん中にガラス2つ置いてもらって、多分落下させてゴーレム召喚した方がまあ私的には楽だったから、それでいこうかなと。一番下のガラスと、とりあえず取ってもらっていい？その今置いた2つのうちの下、柵がくっついてる部分、うん、で柵の下のガラスも取る？あ、うん、そうそう取る。でガラスの上にゴーレム召喚していきます。並びましたね、すげー並びましたね並べていきます。この通り並べていきます。並べていきます。 OK。 一応頭の上守っておきたいので、頭の上にもちょっとハーフを置きたいのでちょっと置いていきます。うん、なんか変なとこに行ったねで頭のところに置く、うん、あ、ゴーレムさんが出っ張っててあれなのか。すげえゴーレム見てるわ、何してんのって言ってるわこれぐらい、これぐらいの高さ、あ、それぐらい、それの下付きハーフで、あ、そう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 、いける、うん、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー、よし、オッケー。そしたらガラスをまた脇基礎をね囲んでいきたいと思います。はい、しゃがんでこっち側ね、おっち、1個出っ張らせるのね、そう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 、オッケー。こっから6ね、1、2、3、4、5、6、この高さ敷き詰めていきます。おお、いいねいいね。でその今のいる位置にハーフブロックもう一回、ガラスの上は沸かないらしいけど一応念のためね。はい、 OK。 一応完成、完成したので、はい、とりあえず松明取って今空いてる部分を埋めて待機場を作って完成かな。はい、ということで松明取ってもらいます。よし、それじゃあこれでもう開くはずだから、うん、あとは足場、どこに待機場、もうここでいい、今立ててるここでいいか、うん、そこで、このままちょっとキャノーラに登ってもらって、私一回離れるから湧いたら教えて。その高さで多分湧かないよな、湧いたら教えてください。はい、どう、湧きそう、わかんないけど湧いてない。あ、湧いた、湧いた、あ、じゃあその高さでいいかな、うん、じゃあその高さから、ちょっとガラス持ってる、そのまんま
ガラス今さっき置いたばっかりだわ。あ、じゃあ私がガラス持ってるからこのまま上がるわ。お、いい感じいい感じ、うん、こんな感じでゴーレムさんに処理してもらいいの。ちっちゃいのだけあの中に入ってく感じかな。超いい感じじゃんね。オッケー、こんな感じかな。ちょっとキャノーラにも上がってきてもらって。おー、湧いた湧いた、おお、すっごい湧いてる。湧いた。これでゴーレムさんにああやって倒してもらって、そう、ああやってスポッて入るかな。よし、ライトどれぐらい溜まったか見に行くかな。はい、おお、いいねいいね。一応、うん、一応マグマクリームも回収できるから。おお、こんな感じ。ちょっともらっとこうかな。うわ、何だそれ。僕たちの力を合わせて、力合わせてんの欲しい。力合わせてんの早く落ちてこい。パーシュル。投げ捨てられたな、今回収中だったら。OK、完成。ということで今回はこの辺で会いたいと思います。はい、いや、これでカエルライト大量に回収できるようになりました。いや、今回結構スムーズだったね。ね、トラップとしても多分2つ目成功かな。いつも成功してるでしょ。え、あ、そう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 、そうだったね。いつも成功してる。そう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 、そうか。なんか気づいたら使えなくなってるけど。なんかよくわかんないけど失敗じゃねえかそれはよ。わかんねえよ。なんかね、ちょっと難しいよね。うん。湧かないことが多いっていうね。ついてないだけがな。そうそうかもしれない。うん。カエルのライトはこれで大量に入手できるのと、一応マグマクリームも落ちてきてるから、まあ、手に入るんじゃないかなと思います。うん、はい、ね。これを使ってね、いろいろと、建築とかね、やっていきたいと思います。はい。はい。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。なんかすごいことになってるわ。去ってったわ。